はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おみちゃんねるのお時間でございます。今日は動物の森ポケットキャンプやっていきたいと思います。イエーイ、久しぶりです。ポケモリなんですけど、結構やってるんですよ、実は。ドン。はい、こんな感じで、まあまあ65レベルなんですけど、多分すごい人はもっといってるんでしょうけど、結構これでもまあまあちゃんとやっていて、で、今までのイベントの家具も全部一応コンプしていて、イベント系は見知らぬ猫が本当にちょっと、あれはちょっとひどかったよね。あれはちょっと鬼畜だなと思ったんですけど、なんとかリーフチケット使って、捕まえて揃えることができました。で、今回なんかすごい春の風景みたいなガーデンイベントがあったんですね。もう終わっちゃったんですけど、あ、この子ね、この子話しかけたら去っちゃう。今もうちょっとイベント終わってるんで、なんですけど、この子の家具を揃えたので、前回のこのクリスタルシリーズと、前々回のこのなんだろう、ロック、ゴシックロックシリーズも揃えてたんですけど、これを解体して、新たに街を作っていきたいと思います。街というか、キャンプ場を作っていきたいと思います。はい。そんなこんなんです。あ、しかもね、次のイベントが、マリオ、イベなんですよ。公式のツイッターさんでつぶやかれてて、これはやらなきゃと思ってワクワクしてるんですけど、始まるまでもう次の日3月10日に始まるって言ってるんですけど、せっかくなので作りたいと思います。お花畑行きます。まずその前にお着替えしなきゃね。お着替えします。花冠、花冠さ、なんか動物たちにもつけた方がいいのかなと思って、なんかお花と交換してちょっと結構種類を持って、で、シャドロックのブレザーだよね。で、ハーフパンツ、長ズボンにしようかな、どうしようかな、確かこう、こんな感じだよね。あ、ハーフパンツだな、これは。ハーフパンツの方が可愛い。で、これさ、女の子用のスカートなかったよね、確かね。ハーフパンツで、どうしようかな。三つ折りソックス。ああ。オーラーソックス。ああ、ちょっと違う。クロストッキングと全然違う。ああ、くるぶしソックスにしとこうかな。うん。で、靴が。ベータシューズ。緑攻め。この。お土産ブーツ、あー、ちょっと全然違う、こういう系の方がいいね。なんか案外黄色とか映えるかなって思うんだけど、スポーツシューズちょっと違う、すごい悩む。いやー、ここはやっぱり緑系だね。これね、ベルトシューズ、これでいきたい。あー、なんか一気に春になったクリスタルシリーズから一転して可愛い。はい、でですね、続いて頑張ってゲットした、間違えた、頑張ってゲットしたね、持ち物、こういうね、お花の水路の角とか、結構その間にもいっぱい作っちゃってるんですけど、大きなネモネとか、お花のベンチブランコとか使って、ちょっとお花の楽園を作っていきたいと思います。一応コンプしてるので、こちらの方も。一応全部あります。あとお花でちょっとだけ交換したりもしてるんですけど。はい。いきます。まずここを変えないとね。キャンプ場着せ替え。今回からこうやって、こういう景色も変えられるようになったんです。今回からというかちょっと前からなんですけど。で、これもイベントでもらったので、あれ、桜が咲いておる、かわいい、かわいい、これはいいね。なんか私結構かなりシンプルにしちゃったので、いい感じや。広大な方がいいんで、木とか削除しちゃったのよね。これもこれにしよう。はい、陰影ってことは、なんかここら辺の、ここら辺だよね。おー、
なんかいいね、一気に視界がカラフルで素敵。はい、続いてここはプールじゃなくてなんか違うのしとこうかな。まだまだね、こっちの方が自然感あるよね。こっちにしようっと。で、OK。保存する。気球はなんかちょっといいよね。いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ。で、こちらの方を、しまっていく。あ、バイバイクリスタルシリーズ。なんかさ、毎回コンペしてるから、ちょっと動画に収めたい。来たいなみたいな、そういう気持ちすごいあったんですよね。バイバイ。これガーデンイベントってさ、すごい辛いじゃないですか、結構。だからねえ、こうなんて言うんでしょうね、なんかしまう瞬間がちょっと切ないんですよ。はい、じゃあちょっとやっていこうか。結構なんかダブどこかわかんない。こんな感じ、これだ。とりあえず出すだけ出そう。出すだけ出して構築していく感じでいきたいと思う。出すだけ出しときます。なのでちょっとスキップ。はい、出すだけ出しました。出すだけ出したんですけど、めっちゃ多い待って、花の丸階段とか3つもあるよ。これはこれ、しかもさ、なんか拡大縮小ができないので、あ、指怪我してます。拡大縮小ができないので結構なんか今2回言っちゃった。難しいな。難しいな。なんかちょっと、どこから手をつけたらいいのかわからん。ちょっととりあえず、この階段は、ちょっと君たちは、ちょっととりあえず、こっちいてくれ。ちょっと待って。この、なんかまず水路みたいなのを作っていきたい。で、ブランコは真ん中に置きたいね。どうしようかこれ。ちょっと待って、全然わからないでもせっかくやっぱ水路とか、あれ、あ、グローバーが邪魔ね。水路とかこういう感じでこうなんか置きたいよね。おお、いい感じ。なんかなんていうの、こんな感じで、あ、手が足りない。こんな感じで置いて中に入れる。階段を、階段じゃないブランコだから、まず大変これ。てか真ん中がどこかわかんない。真ん中って大事じゃん。真ん中ってここかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ってことは 1,2,3,4,5,6,7 ここが中央だ。こういうことか。これが中央だから、ちょっと一回避けて、あ、こりゃ困った。なんと、まあ大変な感じですよこれは。いやん、なんかさ、もうパズルゲームみたいだねもはやここまで来ると大変。よし、これでこんな感じで、中央がどこか分かんなくなっちゃった。1,2,3,4,5,6,7、こんな感じ、感じかな。やっぱこう中央に入れてほしい。中央に鎮座する、ブランコ様、いいんじゃない。で、角っこは3個、1個交換したけど偶数にしとけばよかったな。まあ1個しまえば、もったいな、交換したのに。ちょっと時間かかりそうなので、早送りかスキップとかして、やってきます。
こんな感じでいいんじゃない？なんかあれだけど、すごく対照的なやつだけど、飛び石って何なんだ？飛び石ってこれ何なのか、つなげた方がいいのかな、つなげた方が可愛いっぽい気もする。つなげた方が可愛いっぽい気がしてきた。あー、こっちじゃないの、なんでこっち行っちゃったの。つなげた方が可愛い。 OK、 これで決めた。今回も2枠使ってすごい、おーおー、あ、なんか春って感じで、なんかいい、すごいいい、あ、いい感じになった気がする。おー、なんかかわいい。みんな今回ね、あの動物は結構もう、あの好きな子っていうよりはスポーティーとかカントリーの元が欲しいので、話しかけると元がもらえるので、今カントリーとスポーティー、今カントリーの気球をマックスまでしたいので今カントリーと、スポーティー集めてます。で次にポップとオリエンタルあるので、そこら辺も変えていきたいです。はい、でもポップはポップの元を使ってあの家具作らなきゃいけないんで、なんかちょっとのがそのポップの元を作って家具作らないと読めない子が多いので、でも使ってでも作って話しかけて元を貯めた方が早いのかな。早いよね。いや、うん、なんかいろいろとりあえず元狙いで今はゲストを選んでます。はい、一番の気に入りはやっぱりアポロですね。でもね、タツオくんがめっちゃ可愛いんだよね。リュウなんかフォロワーさんにタツオくんが可愛いってツイートでつぶやいたら、フォロワーさんにタツオくんはでもワニ分類ですよって言われて、あのね、この子なんだよね。正体 OK の子めっちゃいるんだけど、あれ、タツオくん、タツオくん、あ、いた、かわいい、リュウナのなんかかわいい、呼びたい。みんな遊んでくれてるね。この、あれ、やばい、あ、これだといけない、あった、ダメだ、ちょっと待って、あー、ここ2本にしようかな。ここ2本にして枠、横枠を広げよう。でもそしたらまた大改造が必要なんで、それをしたらツイートします。なんでよかったらツイートフォローしておいてください。ここをこの横幅を2列にしてちょっとまた変えよう。これじゃダメだ、多分このブランコとか座れると思うので座りたい。はい、とか言って座れなかったらあれなんですけどね。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。でですね、最後にフレンドさんを募集したいと思います。結構最初の頃にポケモリの動画を出してフレンドさん募集したんですけれど、こう、あ、いっぱいすごい方が集まってくださったんですけど、結構もうログインが1ヶ月以上って方が多くて、なので結構ガーデンイベントとかでお裾分けとかも大事なので、もしもポケモリをちゃんとやってくださってる方とかいれば、ぜひお裾分けし合ったりとかしてガーデンイベントとかね、協力し合っていけたらいいなと思ってるので、フレンドをよろしくお願いします。で、私のフレンド番号を表示しておきます。で、表示して申請しておいてください。はい、で申請してくれる方は申請したよってコメント欄に書いていただければ嬉しいです。あとチャンネル登録とツイッターのフォロー、この2点よろしくお願いします。はい、というわけで私のフレンド番号です、こちらです。はい、でこちらが私の ID になります。一応書くのはあれなんで、こちらのどっちかがねですけど、画像を見てこの3864 の、 マミって子なんで、こちらの方に申請いただければなと思います。長々とすごいやっちゃった、大改造した。いや、でもちょっとブランコに座れないので、ここはちょっとちゃんと直してツイートします。というわけでした。で最後に今日のコーデです。今日のコーデはショーパンに、ピンクニットを着ています。結構カジュアルポップな感じになってます。はい、以上です。はい、というわけでマリオイベントもポケモリで始まるので楽しんでいきたいと思います。
かったら YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。詳細は下の説明欄に書いてあるのでよろしくお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。窓の指先でも引くしぐさを惑う